はい、本日はですね、ゴアテックスのコーディネートを視聴者さんから送っていただきましたのでご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちら僕もね、着させていただいておりますマウンテンジャケットというゴアテックスを着てるわけなんですけども、今回ご紹介する方々のうちにマウンテンジャケット着てる方いらっしゃるんでしょうか。そしてはたまた女性の方も出てくるんじゃないかということでね、楽しみに見ていただきたいなと思います。ではですね、まず一組目の方見ていただきましょう。こちらズドンということで、ゴアテックスコーデ、アイテム名アンタークティカパーカー、サイズ M サイズ179センチ、こだわりのポイント、アンタークティカパーカーのネイビーとスニーカーのネイビーパーツを合わせたところとご連絡いただきました。アンタークティカパーカーといえばこちらですよね。ゴアテックスの中でもほんまに最強クラスのダウンジャケットと言われてはいてるんですけども、これのファーを外してるんですね。首元のファー外してすっきりこうタウンユースっぽい感じでね、デニムと、スニーカーで合わせられてると。ちなみにこのスニーカーっていいやつですよね。なんかナイキとサカイのコラボのやつなんかな、ちょっとわからへんねんけども、パンツもおそらくいいやつなんでしょう。デニムも多分この方が履いてるってことは、ネイビー同士のねいいバランスやと思います。どうしてもこれって黒に行っちゃいがちなんですよ。アンタクティカパーカーってみんな黒に行きがちなんやけども、あえてネイビーに行くっていうのがね、あ、個性が出てるんかなと思います。ありがとうございます。では次の方行きたいなと思います。次の方がですね、はい、卓蔵様ってことで、なんとかでございますって本名出てるからあんま言われへんねんけども、上の名前で行こうか、野田さんっていう方ね。野田さん、ありがとうございます。卓蔵さんのファッションがドンピシャで尊敬しておりますと、これからも YouTube たくさん上げてくださいねってことでね、頑張ってあげたいなと思いますので、よろしくお願いします。ジャケット名はマウンテンライトジャケット。マウンテンライトジャケットといえば、こちらのジャケット、大人気のジャケットでございますね。これが XL サイズで着用されておりまして、身長めちゃくちゃ高い185センチ、そして大きなノースのアウターと大きなアークテリクスのポーチの相乗効果ということで、男は黙ってモノトーンコーデということでね、まあ僕もねモノトーンコーデが好きなんで、どうしても今日もそうだけど、もうオールブラックになったりとか、まあ白がちょっと入るぐらいになるんですけど、オールブラックを制するものこそがメンズを制するって言われるぐらいね、まあラグビーもそうなんですけども、あのオールブラックスって言ってね、あのニュージーランドの、代表ってあの黒のやつなんやけども、やっぱ黒ってかっこいいんですよね。で黒を完璧にカットこう着た時っていうのは、やっぱり男ならではのね雰囲気っていうのが出てくると思うので、そういったことでね、あ、サンタさんとなんかあのやり取りしてあるね、サンタさんとやり取りしてたりとか、あと長崎の中華街、これ横浜じゃない、長崎の中華街でやってはったり、ポーズはちょっと一旦スルーします。そして次がですね、今金というねお食事どころでコーデされておりますが、この人マスクも確かに黒いな、まあ、今の僕みたいなねスタイルされてるんですけど、同じようなコーディネートをねされてるということで、ありがとうございました。ちょっとね僕は動画上ね、あのこういう派手なカラーもいったりしますが、まあ確かにモノトーンが好きなんでね、これからはちょっと派手な色味もいろいろ出しますけども、また見ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。では次の方行きたいなと思います。次の方はですね、こちらズドン、タクゾさん、いつも、動画拝見させていただいております。キャンプ動画今年も楽しみしているので見れてよかったです、ありがとうございますということで、1枚目の画像っていうのがですね、この登山スタイルで左側のあの青いジャケット着てはる方なんですけども、アイテムがねマウンテンライトのレディースを着用されているらしいです。レディースの XL サイズで、パンツに関してはノースフェイスのクライムライトジップパンツ、これもレディースの XL サイズ。ヘルメットの下のゴアテックスキャップとかもあるらしいんですけどもね、ほとんどノースフェイスですね。靴も、あ、靴は違うか。ちなみに右にいる友人はアウターパンツシューズが全てモンベルのゴアテックスですということで、ゴアテックスフレンド、略してゴアフレということなんですね。ありがとうございます。そして次の写真ですね、これアウターがシュプリームノースフェイスのコーデュラのフリースですね。コーデュラでフリースこれあったと思うんですけども、こんな感じで一気にちょっと街感、シティ感出ますね。シャレたお兄さんで、でスニーカーがジョーダン1かな。あ、身長がね171センチ、58キロということで、あの体型がねスリムな方なんで、レディースの大きめのサイズを着ることがねやっぱ多いみたいです。スタイリッシュな方でね、非常にね素晴らしく着こなしてはるんやなということで、ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。あ、タクゾーチルドレンの方が出ましたね。これ兄貴ですよね。兄貴何回か出てくれてるんやけども、三重の兄貴ですということで、先日三重の旅で気づくのが遅くて当日応募できなかったですということで、一緒に食事できるのを楽しみにしてたんですがということで、まあ、またねタイミングがあればぜひぜひよろしくお願いします。ラオジャケット、これですね全く一緒、ブラックの M サイズを着用されてて170センチ、66キロということで、足元で差し色に色を赤色を使ってシンプルに着用しましたということで、インナーノースフェイスのパーカーですということですね。高蔵さんの YouTube を見て早2年、いつも楽しませていただきますということでね、これからも楽しい動画待ってますということで、ありがとうございます。あ、ソールに赤使ってるんですね。スニーカーのソールに赤一瞬だけ使ってて、これどこなんですかね。いつもここで綺麗なとこで撮ってるんだけど、三重のこんなとこ知りませんよ僕ね。教えてくださいよ、勝手に一人で出たらダメですよ。はい、ということでね、中のフリースもねこれいいの着てはるんですけどね、多分ね全く同じ、僕も黒のマウンテンジャケットの M サイズ着てるので、もう全く同じなんですけども、パンツはスリムな感じで持っていってて、ほんま同じですよね。さすがチルドレンです、ありがとうございます。では次行きたいなと思います。マウンテンジャケット S サイズ、身長165センチで、タクゾさんの動画見てラオジャケット買いましたということで、横浜の海
海風が強くて寒かったですが一日快適に過ごせましたということでね、よかったです。暴風っていうのってねめちゃくちゃちゃいますもんね。雨風守るっていうだけで全然違うんですけども、この方パンツもジャケットもリュックも全部ノースフェイスで靴だけアディダス、アディダスかいなってことでね、これだけアディダスなんかいなと思ったんですけども、そういったコーディネートでノースフェイスがねお好きなんでしょう。この色味ニュートープなんかな、いい色味ですよね。このノースフェイスのグリーン系はほんまにもう毎年当たり率高いんでね。ブラウンはあの年によって当たりと外れがでかい、あのケルプタンとかブリティッシュカーキとかユーティリティブラウンとかいっぱい出てくるんやけども、当たり外れがある時とない時あるんやけども、カーキ系っていうかね、このグリーン系の色味は結構当たりが多いんでね、いいですよね。あのありがとうございました。では次行きたいなと思います。次の方ゾン、はじめまして、いつも楽しく動画を拝見させていただいております。ゴアテックスコーデお送りしますということで、アウターがですねシュプリームノースフェイスのジャケットということと、パンツもシュプナイキのパンツで、靴がワークマン、帽子ニューエラ、アウター S サイズ、パンツ S サイズ、靴27センチ、身長172センチということで、あ、すいません、さっきの人もジャケットでしたね。これの色違いをさっきの方も着用されてましたけど、あの富士山のとこでね、これゴアテックスなんですね。すいません、コーデュラとゴアテックスが両方採用されてるっていう、もう最強中の最強のね組み合わせなんですけども、こういったコーディネートされております。こういう派手な色味ね、あの似合う方っていいですよね。パンツもデニムの薄いのに合わせてね、ちょっとなんか90年代スタイルみたいな、こういうの似合う方いいんですけど、僕こういうの全く似合わないんですよね。なんか羨ましいんですけども、あの非常にいい感じかなと思います。僕が着ちゃうとこれなんかスキーみたいな、昔のスキーみたいな感じになっちゃうんでね、あの羨ましいなと思うんですけど、ありがとうございました。では次の方いきたいなと思います。大輔さん、マウンテンライトジャケットで172センチの M サイズ、カジュアルになりすぎないように綺麗めな要素も足して大人カジュアルコーデにしてみました、よろしくお願いしますということで、送っていただきました。マンジャケにシャツ合わせるっていうのって僕今までやったことないんですよ。だからこれは一つでもありですよね。シャツにスラックスっていうめちゃくちゃ綺麗めな感じなんやけども、ジャケットで今っぽさがあるっていうかね、非常にいいなと思いました。僕もシャツ着ることがあんまりないので、ちょっと今後試してみたいなと思います。シャツをね一番上まで締めるっていうのはね、これあのキムタクスタイルになってますね。グッドラックのキムタクがねこれをやってたということで、勝手に僕はキムタクスタイルと呼んでるんですけども、次の方行きたいなと思います。次の方ちょっと女子の方でね、ありがとうございます。ちょっと気合が入りますけどね。こんにちは、ゴアテックスコーデマンジャケ着用してますということで送っていただきました。詳細はないんですけどもね、女性の方でルーギャーの方ですかね、これはルーギャーですね、完全にね。ルーギャーでオビトンのバッグを持っててですね、タイツを履いててということで、ちょっとジャケット見やなかね、ジャケットすいません申し訳ないです、変なとこ見てね。ジャケットがこれマウンテンライトジャケットなんかな、マウンテンライトジャケットっぽいね。あ、マンジャケか、マンジャケですね。これスノーカフ出てました、ここからスノーカフ、ここからピュってこれ出てたからマンジャケなんですけども、マンジャケを女性が着るとどうしようなんてやろ、カジュアルに寄せるばっかりなんやけども、この人って綺麗めでねマンジャケ着てはるから非常にいいですよね。この見てる方の中で変な目で見てる人いてるでしょ、それやめてください。僕の視聴者さんに対して変な目で見ないでくださいよ。ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。次の方はですね男性ですね。ジャケットからマウンテンダウンジャケットで、帽子がニューエラのインナーがラルフローレンのオックスフォードシャツ、上に重ねてるニットみたいなのがセントジェームスのニットで、デニムが神風アタック宇宙大戦っていうやつ、ブーツがレッドウィングのゴアテックスモデルということで、めちゃくちゃ定番というかめちゃくちゃ名作ばっかり着用されてるんですけど、これ結構コーディネート高いと思うんですけどもね、非常にいいコーディネートやなと思います。多分男が惚れる男のためのコーディネートみたいな感じで、まあゴアテックスというよりかは一見こうクラシックスタイルに見えるんやけども、実はハイテクなゴアが入ってるんだよっていうところがね注目ポイントだと思います。ちなみにねこの方黄昏れて横見てるんやけども、その見てる方向には何もございません。ガスの機械があるだけなんでね、あのどっちかって逆見とかなあかんねんけども、そういったことでありがとうございました。そして最後の方行きたいなと思います。最後の方こちらゾーンということで、動画やったんで切り抜いてちょっとご紹介したいんですけど、まず一つ目っていうのが2022年のマウンテンジャケットの XXL サイズというサイズを着用されております。で次が2001年モデルのクライムライトジャケットのネイビーの XL サイズを着用されております。ということでね、ちょっとあの TikTok もされてるみたいなので、あの気になる方は見てみてください。安ーって書いてあるんけども、で多分検索すれば出てくるかなと思いますので、ありがとうございます。めちゃくちゃ清潔感ありますけどね、清潔感の塊みたいな、あの女子は清潔感好きで、お背も高い187ということでね、清潔感あって背が高いのも女子が大好きなんよということで、女子が好きなんですよ、女子がそういう好きな感じなんやけども、ありがとうございました。あのほんまね、いろいろもっとあの掘っていきたいところもいっぱいあったんですけども、まあ、またねあのこのコーデ募集っていうのはまたやりたいなと思うので、次はフリースだけで絞っちゃってもいいやろうし、でその次やったら例えばダウンで絞ってもいいやろうし、あの去年できひんかったナンガの続きなんかもねやっていきたいなと思ってますので、またねぜひぜひあのご協力いただける方はよろしくお願いいたします。ということでですね、本日は、ゴアテックスのコーディネートを視聴者さんのやつ紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。